家を建て、引っ越し作業をする真っ最中。一致の夫が浮気した。完成した新築の家に、浮気相手と来て、楽しいことをしていたのだ。この家は一致が買ったもの。そして、一致が持っていた車にも乗り込まれていた。全く反省する様子のない夫と浮気相手に、一致は家と車を買い取らせることに。加えて慰謝料も請求することに。果たして夫と浮気相手はこの額をどうするのか。夫が浮気してたので、新築の家と車を買い取らせた結果。夫に浮気されて、復讐が完了したので書く。とりあえずスペック。私会社員。役職持ち。夫会社員。給料は私より下。A に夫の浮気相手。夫の会社の後輩らしい。最近家を建てた。ローンは私が払うことになってる。夫は給料が低すぎて、ローンが通らなかったのだ。それに仮に通ったとしても、夫の給料だと完済するのが、低年すぎてしまう。だから私が払うことになった。ちなみに家の注文は夫が全部考えた。私は家にこだわりがないからいいけど、払わない人がオプションつけまくるのもやるよね。ようやく家が完成。引っ越し作業を始めた。日中は仕事があるから、引っ越し作業はほとんど進まない。しばらく新築の家に移り住むのは難しいから、新しい家に監視カメラをつけた。せっかくの新築の家に、変なのが入ったら嫌だったからね。セキュリティも万全ではないから、念のため。監視カメラの機能確認の意味合いも込めて、家の中にも一つだけカメラをつけた。だから、まさかその家の中のカメラに変なのが映るとは思ってもいなかった。それが旦那。正確には旦那と浮気相手。ようやく荷物も片付き、引っ越し業者を探し始めた時。監視カメラを確認したら、新築の何も置いてないリビングに二人がいた。最初は変質者かと思った。だってわざわざ布団を持ち込んでいたんだよ。まだ家具とか何にも置いてないからね。横になる場所がないから自分で持ち込むしかないよね。誰だよ、新築の家に上がり込んだ奴は。警察に突き出してやる。って最初は意気込んでいた。それで、監視カメラの男女を、よく見たのよ。女は見たことなかった。可愛くも不細工でもない普通の感じ。男は、あれ、これ旦那じゃね。声もよくよく聞いたら、旦那の声。いつも聞いている声。自室でカメラの中身を確認してたけど、旦那だと気づいてから、動くのは早かった。いつもこのスレを見てたおかげかも、盗聴器をすぐに用意。よし、新築の家に行こう。今の家からは遠いから車で行かなきゃ。久しぶりに車に乗る。普通に車のドアを開けたら、違和感があった。車は、私が買ったもの。旦那は旦那で別の車を持ってる。私の車は、亡き父からもらった思いであるもの。大事に大事にメンテナンスをして、古い車だけど何年も乗り続けている。その車に、私ではない誰かが乗った形跡があったのだ。ミラーの位置は高いし、座席も後ろになってる。私しか乗ってない車なんだから、位置が調節されてるのはおかしいよね。それになんか臭い。食べ物は持ち込まないから、匂うこと自体おかしい。そこで、さっきの監視カメラの映像を思い出した。もしかして、この車も使われてる？それは十分あり得ることだった。車の鍵は私が持っているけど、旦那も取れるところに保管している。旦那が運転しようと思えば、運転できちゃう。それに、私の車は古いけど、高級車の部類に入る。車についてあまり詳しくないけど、好きな人からしたら羨ましいんだって。旦那はよく、私の車を羨ましがっていた。運転したいって何回言われたことか。でも旦那の運転は荒いし、よく事故るし、車に傷つけられたくなかったから、貸したことはない。日頃の様子からして、勝手に車運転しててもおかしくないんだよな。しかも走行距離1000キロって出てる。私、そんな距離ここ1年絶対運転してない。とりあえず、怪しいものは全て疑う方針なので、車にも盗聴器をセット。ついでにドライブレコーダーもセットしとこ。急に着いたら警戒するかな。でも、新居に監視カメラつけてるのは、旦那も知っているから警戒なんてしないか。車内のあまりの臭さに、鼻がもげそうになりながらなんとか新居に到着。さあ、新居に入ります。3回しか行ってないはずなのに、玄関汚いですね。とりあえず監視カメラをつけていた、リビングへ行きましょう。カメラに映ってた布団、ありますね。いろいろ楽しんだ証拠が散らばっています。そして、私の車と同じ匂いがしますね。これはほぼ確定ではないでしょうか。新居に盗聴器をセット。監視カメラもいいやつに変えてみた。そうして、証拠が溜まるのを、待つこと1週間。1週間しか経ってないのに、証拠が十分すぎるくらいに溜まってますね。きっと、彼らは付き合いたてなのでしょうか。これは当たってそうですね。録音された内容を確認してみる。会話の内容的に、付き合い出したの最近と判明。やけに初々しくてさ、こっちが恥ずかしくなるくらい不慣れな感じだった。監視カメラにもバッチリ映ってます。いいカメラだから、綺麗に見える。やっぱりカメラは画素数が大事なのだと、ここで改めて確信した。撮れたものをすべて確認した後は、オリジナルムービーを作る時間です。私、昔動画の編集を仕事にしていたこともあったんですよ。
だから、自作の動画なんて朝飯前。徹夜で完璧なものが作れちゃった。まだまだ腕が衰えていないのを再確認。今のところ給料高いから、転職はしないけど。そうそう。忘れていたけど、こういう時は弁護士も必要。大学時代の友達で、法学部にいた子に、連絡を取る。離婚に強い弁護士を紹介してもらった。同じ女性の弁護士。いかにも仕事できそう。弁護士さんに、自作のムービーを見せたら、なんでかめちゃくちゃ爆笑された。そこまで証拠があるのならバッチリですって褒めてくれたのでよしとする。笑いすぎて涙出てるのは、私、優しいから見逃してあげるね。美人に褒められるってなかなかないから、良い経験にもなった。やることは全部やったので、次に夫の両親を我が家にご招待した。名目は、新居お披露目パーティー。面白いビデオもあるよと付け加えておく。パーティー当日、メンバーは勢揃い。新居お披露目より先に、面白いビデオを見ましょう、と提案。みんな疑うことなくテレビに注目、再生ボタンを押して、自作動画をお披露目。私の作った動画は、私の実況と、いい感じの音楽を詰め込ませた自信作だ。最初のシーンは、やっぱり何もないリビングに布団を持ち込むところ。誰もいないはずの新居に、誰か来たようです。私の実況に、みんなよっとする。旦那は、真っ青だった。あれ、今お楽しみ中の男性、見覚えありますね。ここで男性、つまり旦那の顔を拡大、みんな旦那だと一発でわかるね。この方、私の旦那さんですね。では、こちらの女性は誰でしょう？ここで女性、つまり浮気相手の顔を拡大、私じゃない女性の顔に、みんな呆然。動画を流し終え、夫の両親に向かって一言。夫くん、浮気してるんですよ。その瞬間、よくネットで見るやつが見れた。そう、逆ギレ。お前、こんなことしてただで済むと思うなよ。離婚だ、お前なんて可愛げのないやつ、捨ててやる。捨てられるのはお前だよ。給料どっちが高いと思ってるんだよ。私が言い返したら、なんと夫号泣、情緒動しちゃったの。誤解なんだ、これは浮気じゃない、遊びなんだ。僕は、君しか愛していないんだ、勘違いしないでくれ。などとわけのわからない供述をし始めた旦那に、ウトのビンタと止めの怒鳴り声が降ってきた。この、愚か者が。お前、一致さんに何してやってるんじゃ。ウトさん、いつもニコニコしてる両ウトだったけど、本気になると怖いんですね。嫁、ちょっとびっくりしてしまいました。止めを見ると、今度は泣いてた。こんな綺麗な家で、あんた何やってるのよ。一致さんに散々良くしてもらってて。止めもとっても良い人、両止め選手権あったら優勝するくらい。そんな止めもまた、怒るところを見たことがなかった。泣いてたことは何度もあるけど、二人とも真剣だから嫁泣いちゃいそう。だから遊びだったって言ってるだろ、本気じゃないんだから、怒ることないじゃん。夫は、小学生みたいな言い訳を、必死にしていた。遊びじゃないから浮気は OK って、どこの国の法律だよ。もちろん乙女は夫の言葉をガン無視。というか自分たちの声が大きくて聞こえないみたい。情けない。って乙女は泣くし、一致さんに謝れ。って乙は切れててカオスだった。いつまでもぐずぐずしていられないので、要求を言うことに。息子さんには慰謝料払ってもらいますから。あと、汚した家と車も代金全額返してください。は、なの払えるわけねえだろ。お前は結局金かよ。汚ねえな。私が要求を言った途端、夫が吠えてきた。当たり前でしょ。家も車も私のもの。あなたは人のものを勝手に汚したのだから。弁償はしてもらいますよ。私の持ち物を勝手に使っておいて、挙句に汚して。せっかくの新居も臭くて、とてもじゃないけどもう薄めたものじゃないわよ。あと、車も勝手に乗ってたよね。あなた運転が荒いから、車に傷がついてたから。ああ、証拠ならあるから。ドライブレコーダーってこういう時に使うのよ。ここで、もう一つのオリジナルムービーを流すことに。場所は車の中。登場人物は夫と浮気相手。車の中の残念な会話と姿が映ったその動画は、さらに乙女を怒らせることに成功した。一致さん、本当にうちの愚足が、すまなかった。死んでも償わせるから。もちろん慰謝料と汚したものは全額払う。ウトが頭を下げてきた。ウトは何も悪くないので顔を上げてもらう。あ、お父さんやお母さんは、彼にお金を貸さないでくださいね。それだと、弁償と慰謝料の意味がなくなっちゃうので、給料から転引きしてもらうように、弁護士さんに頼んでありますから。待て、もしかして会社に行ったのか、それはまずい。往生際が悪いな。会社に言うに決まってんだろ。だって、浮気相手、あなたの会社の後輩じゃない。言わないわけないでしょ？オタクのせいで、我が家はめちゃくちゃですよって。あーあと叫びながら、夫固まっちゃった。何をそんなに慌ててるんだろうね。あ、わかった。あなたの素晴らしいお兄様には、もちろん今回のこと話しておいたから。慰謝料を給料から転引きの件、二つ返事でお引き受けになられたわよ。この世の終わりみたいな顔して、夫はその場でガクッとなっちゃった。夫の兄、つまりコートは、夫の会社の社長だ。親族経営の会社でない。コートが起用して大きくした会社。
夫は、勉強があまりできなかったから、就活が全然うまくいかなかった。それで見かねたコートが、自分の会社に雇ってくれたんだって。夫は虎の尾を狩るキツネタイプだから、会社ではかなり横柄なんだそう。俺は社長の弟だぞって。自分の手柄じゃないのに自慢したくなったのかね。そんなんだから、窓際の部署に追いやられた。ちなみに部署は夫一人。肩書きは部長。でも給料は平社員と変わらない。なんで夫のローンが通らなかったのかはこういうとこ。80年経っても払いきれなさそうだから。その部署に新たに入ってきたのが浮気相手のエイミ。エイミの場合は、本業そっちのけでケバの副業やってたから。たまたまエイミの客の中に、取引会社の人が来店したことから発覚。夫の会社、副業禁止なんだよね。本業に支障が出るからって。人手不足な会社だったから、クビにはならなかったけど左遷は決定。もともと副業に夢中になりすぎて、本業は使い物にならなかったから喜ばれたんだって。そして、エイミは左遷先で社長の弟だという、私の夫に出会ってしまったのだ。もちろん夫が既婚者であることは、エイミも知ってたみたい。でも自分が社長の親族になったら、働かなくても良いと思ったんだって。それで夫に猛アタック、夫もまんざらではないからデレデレ。ちなみにさっきも言ったけど、エイミはそんなには可愛くない。普通。でも、夫はほだされちゃったんだよ。さすが私が初めての彼女なだけあるわ。これらの話は、コートに聞いた。事情を説明したら、こっちでも調査するって。2日後には大体調べ尽くしていたから、スピード感に圧倒されたよね。エイミは頭も残念だったみたいで、私は社長の親戚なんだっていろいろやってた。あちこちから苦情が来てたから、コートは調べやすかったって言ってたな。エイミのことを夫に聞いたら、違う、あれは遊びだってブツブツつぶやき出しちゃった。イッチさん、車っていうのは、もしかしてお父様からいただいたっていう？ウトが真っ青通り越して、真っ白な顔色で聞いてきた。そうです、父が乗ってた例の車です。父が亡くなる前にもらった大切なものなんです。そんな大切なものをうちのバカが、イッチさんにとっては世界に一台しかないものなのに。そうなんだよね。弁償してもらっても、父が大切にしてた車についた傷は消せないよね。それに確かあの車は、世界に300台しかない限定品でしたよね。うと、よく覚えてたな。そこの品切れてる夫より記憶力いいじゃん。私の車はものすごく高い。私の5年分の年収と同じくらいかも。父が節約して、切り詰めて、時には栄養失調で倒れてまで手に入れた車。そもそも数が出回っていないから、もう手に入ることはない。そんな高い車と家と慰謝料払うって、どういうことかわかってるのか？と夫に聞いてみる。夫は、この世の終わり、バージョン2、みたいな顔してた。ようやく自分のしでかしたことが、理解できたみたい。今まで、俺はお前だけだ、とからりってたのに、急に申し訳ないって全力土下座。ここで新規のお客様を召喚、怒りすぎてさっきがやばいコート。夫の処置が決まったんだって。その名も窓際部本部部長。何するかって？会社の雑用係。コピー用紙取り替えたりするのが、仕事なんだって。こんなに会社に貢献できる、素晴らしい職業ってないよね。本部長になったから、給料は昇給。だけど、慰謝料返済のために 90% 没収。そんなんじゃ、夫生きていけないよね。そう、夫はコートと同居することになった。家賃とか光熱費とか交際費が浮くからね。返済に充てられるんだって。もちろん厳重に監視された生活。家でも会社でも常に誰かに見張られるんだって。コートもエグいこと考えるよね。俺の恥はお前の兄であることだけだって、かっこいい。つまり、夫は一生飼い殺しが決定したのだ。頑張る必要はない代わりに、ここからは抜け出せない。そしてエイミとエイミ両親を召喚した。エイミ両親には事前に説明してたけど、大変だったぽい。エイミ両親は来るなり土下座。エイミも慌てて土下座。その場でエイミにも慰謝料を請求することを、彼らに伝えた。あと家と車の代金も。さすがに全額は夫だけでは厳しいから。ついでにコートはエイミの首を、命じた。いくら使えないにも限度があるし、これ以上社内規則を守れないんだったらいらないって。エイミ、やっと手に入れた正社員の仕事だったみたいで、めちゃくちゃ大号泣。あんたみたいなブスが、私みたいな美人を陥れられてよかったね。と泣きながら、まるで雑魚みたいなことを、エイミは言っていた。まるでじゃなくて実際雑魚か。映画に出てくる脇役みたいな人。もちろん、エイミ両親からは、しっかりとした謝罪をすぐにもらった。お前、本気であんなのと、遊んでたのか。女の趣味悪いな。とエイミの様子に思わずウトがぽつり。私は笑いを噛み殺すのに必死だった。そんな波乱万丈な心境広めパーティーは、幕を閉じた。結局新築の家に一度も、寝泊まりすることなく手放すのは悲しい。今からでも一泊できそうだけど、寝ると金縛りに合いそうなのでやめた。離婚届にはサインさせて、これで晴れて夫と他人。もちろん彼はサインするときも、小ネタのを報告しておく。ロミオになりそうだったから、連絡先はすべて消去。以降の連絡はコートを通じて、行うことになった。
ここから始まる恋がある、と思ったけど、そんなことはなかった。不労所得を手に入れたので、これからはやりたいことやろうかな。一致、お疲れ様でした。慰謝料を不労所得って、合ってるけど、コピー用紙をセットする仕事って、やりがいあるよな。夫に浮気された一致は、自分の大切なものを弁償させることに。元夫は、会社でも肩身の狭い思いをしているそう。もしもあなたに一致のようなエネオがいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、住宅ローンの名義変更は、基本的にはできないようです。